接下来我们要再去湖北看一看。湖北是这一轮强降雨最集中的区域之一，导致湖北境内的江河水位超预警。那么而且城市的内涝也是十分严重。据湖北省民政厅5号最近的通报说，6月30号以来的强降雨已经造成全省80个县市区的1057.3万人受灾，一些城市内涝非常严重。那么我们到武汉去看一下内涝的情况。从昨天晚上开始，新一轮强降雨袭击了武汉，武汉市区严重内涝。本台记者金珠现在正在内涝严重的区域采访，我们来马上连线他。金珠您好。大师您好，赶紧给大家介绍一下武汉的内涝是否有所好转。好的，我现在所在的位置呢是武汉市的武昌区一处涵洞，我们可以看一下。I love you, you love me, I miss you, you miss me, forever, ever, ever, you and me. 明日は日中晴れ間が戻るところが多いでしょう。暑さも戻りそうです。札幌は午前中雨が降るでしょう。木曜日は各地で雨が降りそうです。続いて大阪から那覇です。こちらも明日は晴れ間の戻るところが多いでしょう。気温は上がり大阪など真夏日になりそうです。那覇は雨でしょう。今朝出勤するとき強い雨が降っていました。そうですね、はい、午前を中心に広く雨が降りそうなんですね、今日のポイントこちらです。雨対策を万全になさってください。傘を差しても濡れてしまうような雨もありそうです。気象情報をお伝えしました。